儀礼降臨、軍馬蛇獣、大帝壊滅、新規復讐、早期流行、定直不明、消去不能、救急如立り。やはり廃疑問は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りとこの地を封印する。我らヤシャイ貴族、世のために戦わん。金宝大将、参る。知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白陽、あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白陽、白陽、お前が白陽なら我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな、一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るのとならん。お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、そうか。我は戦うために
生きた野獣。兄弟、おい、大丈夫か？この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白夜も、お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そうなの？恋しいに決まってる。我にも家族はいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金宝、お前なのか。誰が金宝だ。まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、これらは一体。我の思い出した。お前たちは我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ。白夜、食器に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。アニジャ、フシャのアニジャ。おい、フシャ。フシャ、我の名はフシャ。